皆さんこんにちは。チンスポの達人です。今回は宮城県仙台市の南に位置する柴田郡にあるチンスポットを紹介したいと思います。はい、それがこちらのこだわり街道です。のどかな里山を車で進んでいると、突然いろんな展示物が並べられた異様な通りが出てきます。で、ここはこだわり街道っていうところでして、 Google マップにも登録されています。で、このこだわり街道がどんな場所かっていうとですね、この街道沿いの畑の所有者の高橋さんっていう今年80歳になるおじいちゃんがいるんですけど、その高橋さんが50年かけて集めたコレクションを展示した場所になっています。50年ってすごいですよね。しかも何これ珍百景や開運何でも鑑定団に登場したこともあるそうです。で、展示されているコレクションなんですけど、旅行好きの高橋さんが旅先とかでいいなと思ったものを手当たり次第に集めている感じで、なんか特に規則性とかはなさそうです。こうして見れば分かる通り、共通点があるとしたら昭和レトロなものっていう感じですかね。で、高橋さんがコレクションを始めたきっかけなんですけど、東京の青梅市に旅行した時に、こういう看板を見てこれは面白いと思ったのがきっかけだそうです。で、そうやって集めていくうちに、自分一人で楽しむよりみんなに見て楽しんでほしいと思うようになって、現在のこだわり街道になっていきました。あと、ご自宅の隣の離れにもたくさんのコレクションが展示してあります。で、ちょうど高橋さんとお話できたので、その様子を紹介したいと思います。あ、こんにちは。すみません。すごいですね。はい。あ、そうです、そうです。いやー、すごいですね。すごいですね。これなんか、あれなんですか、コンセプト的なものってなんかあったりするんですか？もう、好きなのを、もう山が勝手にいろいろ集めて、自分でも旅行すぎだったからさ、あ、じゃあ旅先でいろいろ買ったきた感じなんですか？だからね、人生ってのは楽しまねえだ。なんか看板、あそこの看板見て、あ、なるほどなと思いました。その何もせずとも日は暮れるで、いやー、ちょっと深いなと思いました。何をするとも日が暮れる。人生豊かさやりたいこと山のごとしそうそうそうね。そそうすると、だってほら、だって24時間なんだから。一日はですね。ね。でもこの24時間ぼやっとさ、いやな、人それぞれそれでいいんだけども、そうじゃなくてさ、そうするとこういう会話しちゃってね、俺はもうお客さんが東京からさ、もう俺の宝だからさ、そうするとほら、そこからまだね、ああ、面白いなって、やってよかったなって自己満足もあるし、会話もできるしさ、こんなにだから何をするとも、何もしないで日が暮れるんだから、です同じよ24ね。時間で、ね、のんびりに、こういう会話って一番大切だよ、大変そういうのね。買えるんですね、神輿って。ああ、すごこれで、この間23日のし、電車がすぐに、物あるまでからさ、すごい。残りもまた棚を作って、こう、なんか言ってさ、もうやろうかな。へえ、すごい。これめっちゃ価値ありそうですね。ないもんね、今。ですよね。ないですよね。なってんだ。レーザーカラオケ。あ、これ LP とかですか。ね、ああ、すごい。レコードのコレクションみたいないや、そうじゃとないこけどろも、これ、もしかしたらなと思ってさ、なんですか。で欲しがったからさ、買ってさ、あとね、これも面白いんだよ。これ、石川裕次郎のこれ、なんだっけ、鮭が、焼酎が。
へえ、すごい。まだ入ってる、開けてないですね。全然手を使ってないのはさ、すごいね。はあ、そこに裕次郎って書いてありますね。ね、へえ、すごいですね。ね、めっちゃ貴重な。あ、そう。何回も言うとあの看板も同じように、うんうん、自分だけ楽しむのは自己満足だから、うんうん、こんな人会話できるってことはみんな楽しむこと、うんうん、そしてこの会話っていうのはもう変えないから、うんうん、会話っていうのはお前に変えないんだから、そうですね。そうすると今のこの年になると、うん、あ、やってよかったなとかさ、うんうん、こういう人が来たな、今日はこういう人来たなとか、うんうんうん、それが楽しくなると、うん、いや、貴重なお話をたくさん聞けました。ということで、今回は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。